Hola, buenos días, ¿cómo están? 皆さんこんにちは、アリスです。今日は今日本でめちゃめちゃ流行ってるタピオカをメキシコでも飲んでみたので、そちらを紹介したいと思います。私がメキシコ来る前はそんなにそこまででもなかったんですけど、今やもうインスタのストーリー見るたびもみんなタピオカ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 、そのタピオカなんですけども、メキシコでタピオカってどういうのとか、どのぐらい流行ってるのとか、どんなところで買えるのか、いくらぐらいなのか、日本のタピオカとどう違うのかなどを喋ってるので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方、いいね、そしてコメント欄にコメントとチャンネル登録まだの人はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではアリス動画スタートです。アリスのサボチャンネル。早速着きました。メキシコではタピオカのことをボバって言います。だからここにボバって書いてあるんですけど、ボバティ、これがタピオカティのことです。で、下に説明としてテネグロコンレチェイペルラスネグラスって書いてあります。ペルラスネグラスとも言うんですかね。で、下に説明が書いてあるんですけど、オリジナリオで台湾エルボバテエスラコンビネーションパルフェクタでテネグロコンレチェイエルサボルデラスペルラスネグラスって書いてあります。だからまあボバーティータピオカティーっていうのは台湾発祥で、あのタピオカとテネグロってなんだろう、紅茶とあと牛乳の、もう完璧な何コンビネーションの飲み物だよって。ピテロ・ア・トゥグストシンパラブラス、もう言葉を失うほど美味しいので頼んでみてねって書いてあります。早速届きました。タピオカ結構入ってますね。黒いブツブツが入ってます。で、上には氷も入ってますね。で、日本みたいにラップがしてあります。じゃあ早速飲んでみたいと思います。ストローの形も日本のと同じですね。タピオカがここから飲めるようになってます。すごいウーロン茶の甘いバージョンみたいな感じで、すごい美味しいです。でタピオカももちもちで、ちょっと小ぶりなんですけど日本のやつより、でもすごいもちもちで美味しいです。弾力もあります。うん、タピオカもちょっとほんのり甘くて美味しいです。でメキシコでまだなんかそんなにタピオカって流行りとかはなくて、普通にカフェとかに、まあ、入ってる感じですかね。で、あったら飲んでみようみたいな感じです。でも多分認知度はね、あんまそんなに高くないと思います。日本だとね、今タピルっていう動詞があるぐらいなんかすっごいお店が増えたって聞いたんですけど、メキシコはそこまででもないかな。でもあのね、ゴンチャがね、グアダラハラっていうグアナホトから4時間ぐらい離れ、バスで離れたところにねあるって聞きました。でもセントルじゃなくてちょっと離れたところなんですけど、あの台湾発のゴンチャがメキシコにもあるそうです。すごい大都市なんですけど、グアダラハラってだからかなあるって聞きましたね。行ってみたいなって思います。あとはメキシコはタピオカを紅茶に入れるだけじゃなくて、フルーツティーとかにもね入れるんですよ。レモンティーとかに入ってたり、あとフレッシュジュースにたまに入ってたりします。ね、面白いですよね。